罪を受けて、それが放映された時にですね、この喪主の明日が、曲がね、前編に流れたんですよね。そういう意味でね、私の亡くなった息子のとっても好きな曲でしたんで、それで途中でワンダーリードを彼が吹いています。今日は彼に代わって私がワンダーリードを吹きたいと思います。Thank you.